にちは、かりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、イメージモデルをさせていただいている脱毛サロンドラッシュさんのことでちょっと動画を撮りに来てるので、外にやってきました。皆さんすごい広告とか見てくださってるのか、ドラッシュについてもうちょっと詳しく教えてほしいだとか、脱毛についての質問がすごく多いので、ちょっと今回実際サロンの方に来て、私もちょっと細かいところまで分かってないまま脱毛してるとこもあるので、サロンのお姉さんにちょっとお話をたくさん聞いて、これからこう露出の多い時期になると思うので、脱毛はもう早めに終わらせた方がいいと思うから、まあ、今からでもきっと遅くないと思うので、皆さんちょっとぜひこれを機にドラッシュに通ってほしいなっていうふうに思うので、今日はねそういうふうな動画を撮っていきたいと思います。ということで今日はですね、こちらのドラッシュ新宿西口店に来ています。そう、私普段ね結構梅田の店舗に行ったり心斎橋の店舗に行ったりすることが多いので、ここは初めて来たんですけど、本当に全国にたくさん店舗もあるので、お近くのサロンを探してみてください。じゃあ行ってみましょう。こんにちは、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃじゃん私がいます。はい、ということで今日はちょっとね、話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。ドラッシュさんの他のサロンとこう違ってここがいいよみたいなポイントちょっと教えてもらえますか。脱毛だけではなくって、お肌を一緒に綺麗にすることができるので、脱毛と美肌が両方手に入ります。確かに、でもなんか終わった後ツルツルになる感じがします。私いつもお顔もやってもらうんですけど、すごいでもツルッとする気がします。あとなんかスピードがすごい速い気がするんですけど、なんか今までは単発式で、ピッピッってずっと当ててたんですけど、それが連射式になったので、あ確かにドラララってくるイメージそうですよね、意味わかるかな足一気に終わるみたいな感じですよね。期間もすごい早いですよね。脱毛って結構長い間通わなきゃいけないなっていうふうにすごく思うんですけど、そうです、なんか毛が生えてきたりとか抜けたりする周期関係なく立てることができるので、今まで2年とか、もっとですね、4年とかかかってたところを2年とかかからずに終わりますし、最短だともっと1年未満とかで。そうですよね、脱毛って1ヶ月に1回みたいなイメージもあったけど、私は2週間に1回ぐらい来ていただいても大丈夫ですよって言われてたので、それもすごいありがたかったです。1ヶ月後のスケジュールって分かんないから予約取れないなと思うんですけど、2週間後ならここに空いてるなっていうのが分かるので、すごいそれもありがたいなっていう感じで、私の感想になってるけどそうなんですよ。そうで、私としてもすごく通いやすかったです。そこはありがとうございます。何がそう違うんですか。脱毛方法が変わってて、ストラッシュは自社で使ってるマシンを対応してるので、脱毛方法自体が違って2週間に1回通っていただく。ISG トリプルアタック脱毛っていう、今までは SHR 脱毛っていうのが一番最新の脱毛方法だったんですけど、それにストラッシュは IPL っていう他の脱毛サロンさんでよく使ってる脱毛の波長もプラスして、でジェルにすごくこだわってるので、普通の脱毛サロンだと機械を滑らせるだけ、普通の何もこう美容成分とか入ってないジェルなんですけど、保湿効果とか美容効果がたくさん入ったジェルを使って、その3つでこうトリプルアタックしていくので、早く通えてしっかり効果も出て美肌になるっていう、すごい効果が。そう、なんかすごい私のそのファンの方とかで通いたいんですけど痛くないかとかお金高くないかとかすごい心配されてる方が多くて、今日そういうの聞きに来ようと思ってファンの人の意見を背負ってきたんですけどどうですか。まあ、私は痛いなって感じたこともないし、怖いなって感じたこともないんですけど、学生さんとかも多いですか。すごい多いです。でもファンの方も多くいらっしゃってくださって。本当ですか、はい、嬉しい、よかった誰も来てなかったらモデルした意味ですもんねでも本当にこう脱毛でみたいなイメージが聞いてた中ではあったけど、全くないですよね。そうですね、普通だと1回でパチってやるので痛かったりとか熱いと思ったりするんですけど、何回かスライドさせて、4回なんですけどスライドさせるので、その1回1回がすごく負担が少ないので全然痛くない。そうなんだ、はい。そのお値段とかってどれくらいでできますか。最低どれとかによるのか。そうですね、月々1万円しないぐらい。え、安い。いろんななんかこうプランがあるんですね。一番人気なのが全身美肌脱毛無制限コース。はい、へえ。支払い方法によっては月々1万円くらいで、はい。そうなんでも安いですね。何十万円とかするイメージとかあるけど、それなら学生さんとかに通いますね。へえ、そうなんだ。あと顔のやつもちょっと聞きたいなと思って。お顔のやつもあるじゃないですか、あれなんかやった後にリフトアップの効果
あるっていう風に聞いたんですけど、エステートの機械と一緒みたいになっていて、うん、そのストラッシュでは、うん、あのエレクトロポレーション脱毛っていうのをお伝えさせていただいた脱毛と、うん、あの美容効果が一緒にできるようなものになってるので、うんうん、エレクトロポレーション合ってますか？まあなんか普通そんななんかこう結構エステとかで使うと高いんですよね。そうですね、なんかそれはなんか脱毛と一緒にやられるっていうのはありがたいし、うん、なかなか学生ってそれですとか通わないと思うので、うんうん、すごい皆さんそれは嬉しいと思います。あと脱毛後のアフターケアとかって結構大事って聞くんですけど、何したらいいんですかね？あったかいところにいちゃいけないとか、あとなんかありますか？あとは、乾燥してると効果がなかなか出づらくなっちゃう、うん、そうなんですか？保湿していただければ。確かにいつも言われる、うん、あボディクリームとか塗ってたのに。あ、そうですそうです、うん、なんか普通のボディクリームとかじゃなくて、うん、あの化粧水とかすぐ入れてあげてから、あのボディクリームとかやってあげると、うん、よりそのエレクトロポレーションの効果が持続して、うんうん、1ヶ月とか保湿しまっておくプルプルのお肌とかに持っていくことが、すごい、はい、そうなの、知らなかった。じゃあ最後にストラッシュさんがこう通われてるお客様にこれは一番後悔させないポイントだっていうのを教えてください。脱毛方法が、うん、エレクトロポレーション脱毛って、うん、全国にマストラッシュしかないので、そこは絶対後悔させないです。いやでも得られるし、早くてね、忙しい方にもすごく本当におすすめだし、私も本当にこう普段からスケジュール感が全く分かんないんですけど、お仕事いつ入るか分かんないって言ってるけど、うん、通えてたので、すごいそこは本当に私もおすすめのポイントだなって思います。本当に分かんないこともやっぱりそんな詳しく知らずに通ってたので、本当に普通に通ってただけなのでありがとうございます。嬉しかったです。分かりやすかったです。ありがとうございます。じゃあ最後にちょっと店内の紹介もさせていただきましょうか。はい、ここがエントランスになります。ここいつも写真撮るとこや、皆さんもぜひ撮ってみてください。ここがパウダールームです。パウダールーム終わった後にお化粧直しもできるので、この後予定がある方とかもちゃんと綺麗にできますね。私もいつもここでメイク直しパパってして帰ります。そう、すごいね、ブラシとかも見てくださってる。広い、めっちゃ部屋あるやん。あ、施設部屋です。ここが施設部屋です。そうそう、こんな感じ。はい、これがその噂のマシーンです。これをスライドさせていつもやってもらってます。でちゃんとこういうのもあるのでね、安心ですね。すごい数ありますね。でカウンセリングルームもちゃんとありますので、詳しいお話を聞きたい方はぜひここで聞いていただいてね。はい、ということで今日は特別にあの普段ならポリスの目でね着替えてやるんですけど、ちょっと皆さんにちょっと軽く見ていただきたいけど、そういうとこはちょっと見せられないのであの腕だけちょっとやっていただきたいと思います。本当はちょっとちゃんと着替えてやるけど、今日は特別ですね。すごい冷たいひんやりジェルですよね、これ。いきまーす。こんな感じで滑らせて何回も当ててくださるんですよね。全く痛くないですこれで終わりですもんね。だからすごい速いスピードで終わるんです。普通の脱毛ってこうプチンプチンプチンってやるイメージだと思うんですけど、こんなに速いんですよ。美容成分がたっぷり入ってるジェルを、脱毛と一緒にエレクトロポレーションの効果でお肌の中まで浸透させていきます。いきます。あ、これで塗ったジェルがどんどん浸透してるってことですか？そうです、そうです、はい、そうやって考えていけてなかったから嬉しい、聞けて。そう、すごい気持ちいいんですよ。プルプルですよね、このジェル、うん、そうです、そうです。締めたってなりながらいけてる私うるさいお客さんだと思うんですよねみんなならないんですか？私あれ恥ずかしい。なります、なりますか、はい、なんでどうしても冬は冷たいから足とかに乗るとうわってなるんですけど、それ我慢ですねはい、やってもらいました。こうやってなじませて帰ってからちゃんとアフターケアすることによってよりプルプルなお肌と、あとはまあ脱毛もねできるということなので、はい、ということで今日はですね、私がイメージモデルをさせていただいている脱毛サロントラッシュさんの紹介をさせていただきました。本当に夏前ね、絶対に脱毛してた方がいいし、本当にこう自分でケアされてる方は行ったらめちゃくちゃ楽になると思うし、自宅でのケアって自分でやるのって結構めんどくさいと思うんですけど、本当脱毛サロンに通えばそういうのって本当に
軽減されると思いますし、本当にストラスさん私が通ってて思うすごい早いし痛くないし、今日聞いて嬉しかったのが美肌も得られてプルプルのお肌になるということなので、もっと私も頑張ってお仕事の合間とかなって定期的に通いたいなって、私すごいねスパンが空いちゃうことが多いので、ちょっとちゃんと通いたいなっていうふうに思いました。皆さんもぜひ、ね、私イメージモデルさせていただいてるので、あかりんの見てきましたって言ってサロンに来てくださったら嬉しいなっていうふうに思います。ということで今日の動画も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしたあかりでした。バイバーイ。